はい、皆様こんにちは、こんばんは。これね、ローズポークの生姜焼き定食ね、定食セット、ご飯、お味噌汁がね、かわいいこの器でね、取って付きので、お味噌汁来ましたね。まあまあね、具も入ってるし、なんだかこう洋食っぽいような感じのお味噌汁だね。うん、でこれちょっと一口食べたんだけど、なんだかわかんないのカリフラワーのなんかピンクの和え物、これね、お漬物ね。でサラダがね、美味しそうです。ね、いろいろ入ってますね、これ。さあ、まずはいただいてみましょう。はい、相方はね、これロコモコ丼特ビッグだっけ、なんだっけ、超ロコモコ丼だ、超ロコモコ丼、こういうの好きですね。ここにね、見ると分かるけど、ハンバーグ2つ入ってんの盛りだくさんですね。はい、じゃあこのね、ローズポークの生姜焼き食べたかったんで、いただきます。おお、重いです。はい、いただきます。そうだ、最初はね、一口ちょっと食べるんだっけ、コメントするのに大きいの食べちゃった。美味しいです。味もちょっとちょうどよくて、しょっぱすぎず薄すぎず、あの生姜焼き専門店より美味しいわこっちの生姜焼きのが。生姜も効いてますね。お肉が柔らかくて、玉ねぎもね、しんなりしてて味が染みてて美味しいです。はい、ちょうどいい味付けです。ご飯がね、やっぱり欲しくなりますね。いただきます。ご飯もまあまあ美味しい、硬すぎず柔らかすぎず。はい、あれ、はい、もう一回いただきます。はい、美味しい。肉食べたらこういうの出てきたね、ブロッコリーと、これはね、キャベツだね、キャベツの繊維ね、野菜、サラダもあるし野菜もあるし、同じだなじゃあこっち先食べてみようかな。レタスにコーンにね、このクルトンいいよね、サクサクしてて美味しいよね。はい、サラダいただきます。何味っていうんだ、このなんだっけ、ドレッシング見えないけど、ちょっとかかってるんです。和風フレンチみたいな。なんだろうね、不思議。和風ドレッシングかな。トマトいただきます。これね、お漬物も。美味しい。結構大きいんだよね、これね。これ何の和え物？多分ね、カリフラワーのマヨネーズと何かをあえたようなたらこかな、明太子かな。いただきます。明太子、マヨネーズあえかな、カリフラワーのね。美味しいです。はい、じゃお味噌汁のね、具いただいてみますね。卵と玉ねぎと人参とかね。はい、いただきます。ああ、優しい味ですね。お味噌汁？スープかな？あ、スープだね。わがんねで飲んでる。あら、いい音するね。スープだよね。優しい味です。はい、いただきます。